僕は聞きたかったんですけど、アデカポンチューしんすけか、今日は新チャンネル初のスペシャルゲストが来てくださってるんでお会いしたいと思います。元ラグビー日本代表で現在でもタレントや教育者としても大活躍されてる大八木篤さんでーす。メタイ選手のしんすけと申します。しんすけ、はい。しが名字で、けが名前違います。しんげ違います。すしんす。しんすが名字やな。今日はよろしくお願いしまーす。はい、しんすがいつから植えて始めた？キックボクサーをやってたんですけど、うん、プロの、うん。タイに修行に行って、その時にね、もうムエタイの美しさが、うん、もう芸術やなと思って、もうムエタイ修行のグローブと、うん、パンツと、それだけ持っていきました。うん、で、僕もね、大池さんのすごい元ね、日本代表として、はい、ま、高校時代からね、ちょっと伏見工業から。うん、詳しい、勉強して。でも、ファンで。なあ、ほな、はい、スクローズとかも見させていただいてるんで、うん、まあ、そういうので、ね、モデルになってるんで。まあ、ラグビーって、今ってワールドカップでね、あったんですけど、はい、その去年のワールドカップの時代のラグビーと大八木さんの時代のラグビー違うイメージあるんですけど、うん、どうなったどうなったバイクでね、あロボバイクで教室ロボバーッ走ってる全部のガラスバーッ割ってた。いやー、それは俺やなんでやちゃうわ、俺は真面目にラグビーやっとった。 YouTube 全部撮られますからね、うん、言っていいのと思って、はい、まあ、そういうのもあるじゃないですか。なるほど、今やからお話できること。いやいや、僕らやっぱりその時代の人間っていうのは、まあ、ラグビーを通じて精神性を鍛えられるから、もう延々走ってたりね、めちゃくちゃ根性論みたいな。そう、まあ、でもそれはまあ後々ラグビーのゲームにも役立つんやけどね。でも意味なく走ってるなんで何のために走ってるその時そう思うんだけど、はいはい、それが当たり前のことだね。でもなんかで僕タイでやってる時も、うん、やっぱりその理にかなってないけど基本的なこと毎日続けてやるっていうのがすごい大事やと思うんで、大八木さんが活躍されたのもそういうのが必要やったことやとは結果的に。でも今から同じことできへん今は理論的にスポーツ理論でやってほしい無駄な動きしたないし無駄な時間使いてないし結構言われますもんね、それ。みんなね、プロ意識が高いからね、はい、頭良くなってんけどね。そうですね。当時のスポーツ選手はやっぱスポーツバカ、筋肉バカみたいな言われてもね、そればっかりやってて、違うことにスライドしたら、まあ、それまたそれでできる人間はおったんやけどね。あ、でも今も僕も現役でやってますけど、やっぱそういう方が好きです。現役なの、まだ。現役で、僕はもう3年以内に、今タイトル1つ、メタルチャンピオンあるんですけど、あと2つ、必ず取るんで。はい、はい、見に行くわ。あ、ありがとうございます。そこでタイでやる。タイで来てください。行くよ。本当ですか。負けたらもう絞りやで。ああ、まあまあそういうとこがもらう。負けたらケツバットやで。もうちょっと待ってからね。僕ってその世界、タイの国技がムエタイなんで、うん、世界に向けてやってますし、やっぱり自分の中でも試合前にね、清水さんとかいろんな人に、ね、いただいた言葉がすごい勇気になってるんですよ。うん、まあ練習でもそうですし、試合前にめちゃくちゃ思い出すんですよ。それアップの時に、あの人こう言ってた。それを意識したらめちゃくちゃこう、なんか胸が高鳴るというか、すごい意識ができるんですけど、僕ね、大八木さんになんかプレゼントしてほしいんですよ、そういう。負けたら絞りやで、ね。それはそうはい、そう。そうなんですよ。なんか素敵なね、言葉があれば。教えていただいて、それ僕の宝物になるんで。素敵な言葉ね、まあ、はい、いろんな言葉あるんやけど、はい、そやな、まあ全てに感謝ね、全てに感謝、全てに感謝、凝縮した言う言葉、もう全てに感謝することを常々まあ思ってる。注意されたことも感謝やし、文句言われたことも感謝やし、カチンとくること言われても、もう感謝なんかなみたいなね、もう全てに感謝、そんなとこからな、ネガティブも感謝しながら、素晴らしい、負けても感謝やから次に繋がるみたいな、はい、絞られても感謝です。ケツバっても感謝まあ、次でもタイで、はい、チャンピオンになってよ。もちろん。おやぎさん、はい、僕ちょっとね、噂で聞いたんですけどね、格闘技に転向されるみたいな話を聞いたことあるんですけど。そうですね、僕は大学3年かな、ちょうど猪木さん京都フリースタイル館で、はいはい、プロレスのあれがあってね、はい、で、ついでに僕とも来て、はい、僕同志社大学のラグビーやって、はい、もう日本代表やってね、ラグビーは、はい、で新マシンさんと、はい、猪木さん来て、
まあ新日本プロレスやらへんか言われて、それ噂がほんまやったってことですか。まあ、当時契約金1億とか言われたんですけど、でもやっぱりもうラグビーの日本代表になったんで、まあそれが終わってくれたらええんちゃうかなとまあ思ったりしてたんですけどね。迷ってたのね。じゃあ本当に迷いますね。まあラグビーで飯食えないんだったから、あ、そう、職業になれへんっていう、ね、一つそのハードルがあった。すごいですね。じゃあ今からパンチをお腹に受けて、それをタイ料理の味に例えようと思います。いくよ。はい。おい、何や、パッポンカリー。